今年4月、姶良市の認可保育園ですりおろしたリンゴを食べた後、窒息状態となった女の子が死亡した事故についてきのう、昨日2回目の検証委員会が開かれました。委員会には遺族も参加し女の子の窒息の原因について担当医がリンゴの可能性が高いと説明していることを明らかにしました。これは今年4月、愛良市の認可保保育育園で保育士が 生後6ヶ月の女の子にすりおろしたリンゴを食べさせた後に仰向けに寝かせたところ、女の子が窒息状態となり、およそ1ヶ月後に死亡したものです。この事故をめぐっては、愛良市が原因などを調べる検証委員会を立ち上げていて、昨日の会合には遺族も参加しました。女の子が喉に詰まらせたものについては、 直前で食べたリンゴやオートブツなどの可能性がありましたが弁護士によりますと女の子の担当医が窒息の原因についてリンゴの可能性が高いと遺族に説明していることが昨日の委員会では明らかにされました今後カルテや画像が委員会に提出される見通しですまたこの事故を受けて今月23日県と愛良市の職員8人が 保育園に指導監査に入ったとということです。監査では当時の状況などを園の職員から聞き取ったということで県や姶良市は警察の捜査や検証委員会の状況を注視した上で最終的な結論を検討するとしています。